日本人が毎日使っている字は、ひらがな、カタカナと漢字です。かなは言葉の音を表します。漢字はかなと違って意味も表します。例えば、経済の在と木材の在は音が同じです。でも意味が違います。漢字は大昔中国で生まれて、 5世紀頃日本に伝わりました。漢字とともに中国の発音に近い読み方も取り入れました。これは音読みと呼ばれています。日本式の読み方は訓読みと呼ばれています。その頃は漢字だけ使われていましたかええ。しかし漢字を使っているのは大体男性でした。8世紀の頃、 平安時代の女性が漢字からひらがなを作りました。ですから、ひらがなは女性の文字として使われました。平安時代の文学はひらがなで書かれています。そして、漢字の一部分を取ってカタカナを作りました。カタカナを作ったのはお坊さんだそうです。お経を写すためにカタカナを使いました。今 カタカナは外来語、外国人の名前、外国の地名などを書くために使われています。現代の日本語の書き方は漢字カナマじりです。